はい、今日はですね、このようなとこに来てます。明治ゴルフセンターではありません。ラーメンを食べに来ました。場所はですね、千葉県の長柄町というところの頑固屋というところに来ました。それでは入ってみたいと思います。レッツゴー。これ入れるのかな。入った方がいいの、うん、テーブルがいい。はい、名前書いて。次お待ちのお客様、はい、はい、2人。あと奥になります。はい、はい、どうぞ。お店はこんな感じですね。これが日替わりランチ。チャーシュー5枚で320円。こんな感じです。こんな感じです。担々麺っていうのだけだよね。こってり味噌。何にしようかな。餃子が1枚と塩ラーメンが1つ、はい、日帰りランチはこってりチャーシュー麺ですね。はい、はい、いや来ましたよ。まずはですね、餃子がですね、餃子が到着しました。結構美味しそうですね。美味しそうな匂いします。調味料、お待たせしました。こちらが塩ラーメンです。塩ラーメンを入れてください。こんな感じです。これがこってりチャーシュー麺になりますね。うまそうっすね。これがですね、これが塩ラーメンです。塩ラーメンもですね、だしから作る塩だいみたいですね。これも美味しそうですよ。だしはセットを頼んだんで、日替わりセットの焼肉セットです。ということで、まずはラーメンからですね、いただきたいと思います。それではいただきます。スープからいただきたい。いただきます。スープいただきます。うん、美味しい。ちょっと俺には味が濃いかも。1、2、3、4、5枚、チャーシューがですね5枚ついてます。
うん、こってりですね。チャーシュー行ってみたいと思います。バラチャーシューです。醤油ベースなので胡椒を入れさせていただきます。メンマいきます。あ、シャキシャキスープ出したですね。海苔いきます。ちょっとチャーシューが割れちゃいました。チャーシューいただきます。それではですね、焼肉丼いきます。その前にですね、餃子をまずいただきます。おいしい。焼肉丼乗せちゃいますね。乗せちゃおう。乗せていただくと、焼肉のタレに浸ったですね、キャベツが甘いですね。味はですね、ラーメンチャーシューをですね、ご飯に乗せて食べます。チャーシュー丼になりました。焼肉丼完食。いやー、ちょっと食いすぎたな。まだですね、これが残ってました。ラストチャーシュー、いきます。ラストチャーシュー、では最後煮卵をいきたいと思います。スープに浸して食べます。今日はお楽しみタイムはですね、ちょっとお腹いっぱいなんでできません。意外と味が濃いんですよね。じゃあ一杯だけ行かせていただきます。お楽しみタイム。もう一杯終了。はい、どうもごちそうさまでした。いやー、お腹いっぱいになっちゃった。お座敷がですね、4卓テーブルが7卓ね、カウンターが6席という感じですね。どうもごちそうさまでした。すごいですね、丸い。これあのバラチャーシュー、いやー、食べた。この大衆ファミリー中華っていうのはいいですよね。裏がですね、これ打ちっぱなしですかね、打ちっぱなしの明治
ゴルフセンターというところです。結構田舎なんですよね。頑固屋長良店、美味しかったです。ごちそうさまでした。アムラーメンでした。